こんにちは、クロウです。今日はイベントレポート動画となります。ワンダーフェスティバル2023夏に参加してきました。イベントの様子を写真に収めてきましたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、今日はゴーニートイズさんの国内代理店であるマイルストンさんのご招待で入場させていただきました。ということで、まずはですね、マイルストンさん、ゴーニートイズさんのブースからじっくり見ていきましょう。はい、気になるニューアイテムになります。こちらは劇場公開が控えている新作タートルズとメガボックスシリーズのコラボアイテム。4人のキャラがそれぞれキューブ状に変形し、さらに2体同士で合体してトラックになるというアクションフィギュアとしても変形玩具としても楽しめる新商品ですね。会場では先行販売がされていました。こちらはちょっと変わった商品になります。可愛い系のキャラクターの商品ですね。何やら雲っぽいキャラやパンダなどですね、こういった変形しない可愛いフィギュアたちも販売されているようです。はい、続いてはアクションフィギュアの紹介です。日本ではもう特にレトロゲー扱いされていて、新しい商品はそんなにないかと思いますが、キャプテンコマンドは今でも人気が根強く、どんどんフィギュア化されているようですね。特にブリスターパックでの商品化がファンの中では好まれているようです。はい、続いては待望の新シリーズ、ビーストドライブですね。ビーストメカからビークルメカへと変形するめちゃくちゃかっこいいライチョウ工房さんとのコラボアイテムになります。新商品が続々ですね。第1弾は凶暴なラプトリア、サメなどかっこいい系のビーストでしたが、新商品はウサギ、ネズミ、リスなどかわいい系のビーストに、振れ幅がすごいですね。それぞれの持ち物のアイテムも特徴的です。そしてさらにかっこよくて凶暴そうな奴らがやってきます。コウモリ、ワイバーンとそしてプテラ、この3体はおそらく同系統のビークルに変形します。ここからはバリエーション違いの商品となります。第1弾のシャープやラプトルの形状違いの商品、カラーリングも変更されていたり、違う種類のサメとかですね、ラプトルになっています。こちらはジンベエザメでしょうか。大きく形状が違いますね。そしてこちらがゴーグルタイプのヘッドに変更されています。そして今回のビッグニュースがこちらになります。まさかのビッグアイテム、トレーラー型の大型アイテムですね。写真の通り通常のビークル形態よりもさらにでかくて、後方や上部にビークル形態のビーストドライブを収納格納することができます。もちろんビーストドライブの新商品ですので、写真のトレーラー状態から何らかのビーストに変形できるようです。どんな変形、どんなビーストなのか楽しみですね。続いてはビーストボックスのニューアイテム。こちらは SNS で新情報が流れていた時に驚きましたね。本当に美しい形状のスパイラルなイカ型ビースト、そして美しい鮮やかな花カマキリにちょっと毒々しい感じのトンボ型、それぞれそうはならんやろと見えますが、ちゃんとキューブ状に変形します。こちらはオプションパーツ的なアイテム、自分でパイプをつなげてキューブを作ったり、空張りのサポートアイテムです。ビーストボックスまだまだ続きます。こちらはオプションアイテム、オプション装備的な感じですね。イノシシ型のビーストボックスに装備する牙型キャノン的な感じですかね。ミリタリー調のイノシシが渋くてめちゃくちゃかっこいいです。こちらはフラミンゴからのリデコ的なバリエーションでしょうか。鶴の新商品、そしてすでに発売されているフクロウからのカラーバリエーションですね。クリアパーツが涼しげでいい感じ。コウモリ型の新商品、広げた羽がでかいしカラーリングが気になりますね。みんな大好きサソリ型メカビースト、こちらちょっと写真で分かりづらいですが、7センチ角の大型商品となります。新ギミックもあるということでかなり気になります。要チェックです。可愛らしいウーパールーパーもいます。金魚系のバリエーションも見応えがありますね。クリアパーツと造形が美しい。ここからは変形合体好きには必見のニューアイテム、小さなマシンメカが合体してロボットになります。細かいですね、色分けもされています。
ビースト系のメカマシンたちもちゃんと合体して別のロボットになります。武器までついている、アクションもできそうですね。2体のロボットがミキシング合体、これは気になる。宇宙開発系の作品とのコラボアイテムもあります。こちらはまた無機質な感じが魅力的ですね。今度は芸術的な造形美、以前キリンなどを手掛けた坪島さんとのコラボアイテムになります。四星獣の白虎や玄武、それから天馬ですね、ペガサスを形取った新たなアイテムになります。これは本当にパズル要素も高いですが、造形美、芸術品的な感じで美しいです。はい、最後はすでに発売済みのビーストボックス系の商品がずらーっと並べられていました。本当に見飽きることがないくらいの半端ない商品数ラインナップになっています。一つの商品をとってもですね、カラーバリエーションだったりとか、マイナーチェンジした商品であったりと、本当に遊び方無限大だなと思いました。各カテゴリー、鳥や恐竜、ビースト、虫とか、あと海洋生物などですね、様々なジャンルがあったりしますので、いろんな方にもですね、ハマる、楽しんでもらえるおもちゃのシリーズだと思います。まだ手に取ったことない方、買ったことない方もお値段が3000円ぐらいから5000円ぐらいまでとですね、6000円ぐらいもあるかな、幅広くジャンルがありますので、一度ですね、自分が気に入ったもの、買いやすいものなどをですね、手に取って遊んでもらえたら十分その楽しみが伝わるかと思います。イベントなどでもですね、試遊体験などができるようになっていますので、イベントなどにも積極的に参加されてみてはいかがでしょうか。ということで、以上でゴーニートイズさんのブースでした。はい、それではゴーニートイズさん、マイルストーンさんのブース新情報は以上となります。また他の企業さんやメーカーさんの新作情報などに関しては別の動画にて、まとめさせていただきますので、もう少々お待ちくださいということで、僕自身かなり久しぶりのワンフェス参戦でしたね。4、5年ぶりぐらいでしょうか。コロナが流行ってからは一度も行けていなかったので、それぐらいですね。最近だともう SNS で新情報というのは現地に行かなくても入手できるような環境になっているので、イベントに参加しなくてもいいかなというような考えになっていた時もありましたが、やっぱり実際に現地に行ってみると楽しいですね。新作情報、サンプル品などをですね、目の前にして、造形の凄さ、ギミックどうなってるんだろうっていうのをですね、目の前で考えるのも楽しいですし、いろんな方がイベントに参加していること自体がですね、楽しいですね。ワンフェスは特に企業さんとかメーカーさんだけでなくて、個人のディーラーさんたちもたくさん参加されていますので、本当にクリエイターの凄さ、熱量っていうのをですね、改めて感じることができました。本当に今回ご招待いただいた、マイルストーンさんには本当に大変感謝いたします。ありがとうございました。そしてさらになんと、じゃん、もう目の前にありますが、冒頭で紹介しましたタートルズのコラボ商品メガボックスの新商品をお土産としていただきました。こちらもまた後日ですね、合わせてレビューしようと思いますので、楽しみにお待ちください。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録やツイッターのフォロー高評価も合わせてお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クローでした。さようなら、バイバーイ。ゴーニートイズさん、めちゃくちゃ今後も楽しみです。